消えていくだからね。だからこの肉体生活を営んでいるということは、神様の御心を全うする、ね、天命を全うすると同時にね、過去世の因縁を果たしている。消えていく姿にしているわけです。消していく姿と、からプラスを行っている姿と、両方が同時に肉体として現れているんですよ。だからね、今現れている言葉に対して、うやべや心配したって苦労したって、それは何にもならないわけね。それはもう過去のものだから。それは単に消えていくだけなんですよ。それ一生懸命、お腹が痛くしようってこう、押さえていく。ね、不幸だ不幸だってやる。しかしそれはもう、どうやって心配したどうしたって、それはもう、過去にはあるもんだから、過去のものが出てきただけだから、どうしようもないわけ。映画を映しちゃってね、フィルムができてる。ただ映画館で上映する、テレビで上映するというところになってるわけですね。ただ一つがあるんですよね。それは何かというと、肉体の自分の力でやるんじゃなくてね、守護霊さん、守護神さん、お願いいたしますと、死後の心霊の方にね、フィルムの修正を頼む。それだけがないわけですね。だから、我々がして、しなきゃなんないことは、常に寝ても覚めても、守護霊さん、守護神さんありがとうございます。神様ありがとうございますと言ってね、で、神様の中に入り込んでしまう。神様と一つになってしまう。ね、一つになりながら一生懸命日常生活の経営的姿ですね。いわゆる日常生活を一生懸命やってる。それ以外ないんですよね。それをはっきりと観念して純粋に純朴にそれを信じて行っていくということが悟りなんですよ。そうするとね、今まで感じていなかった世界、心霊の世界もはっきり分かってくるし、いろんなことは分かってくる。私なんかこうやっておりますよ。と肉体をちょっと、肉体に管理、これはね、心霊のマンションです、これ。心霊のマンション。ね。と、いろんな神々がここに来て、今日は私はこの体を使う。今日はこれ。と、管理人が中にいるわけ。五位正久という肉体に生まれた人が、まあ、初めいたわけね、ここに。ただ、その人は、直列一つになっちゃって、神様になりきっちゃったわけですね。だから、ご意先生って神様なんですよ、絶対。と、その、直霊が見ていて、その前に、この、まあ、難しいね、これ、肉体を管理してるね、霊魂たちがいるわけです。それは、ご意マッサージによって救われた人たちがいるわけね。それは、これを管理してるわけ、大勢で。ね。その周りを、死後の神霊が取り巻いて守っている。このマンションはね、他のものが入ってくると困るもんですからね、神々だけが入れないために、死後の神霊がダーッと取り巻いて守ってるわけですよ。それでこのマンションをね、いろんな人に貸してるわけですね。神様に貸してるんです、死後の神霊にね。あるいは神々に。だお釈迦様来る、イエス様来るでしょ。老子さんも来て老子講義を書くでしょ。ね。だから、これはもう、貸し別荘じゃないんだね、これ。実際に役立ってるから。マンションだね、やっぱり。マンションなの。だみんなも大きなマンションになんなさいよ。小さなね、家賃1000円ぐらいで入れるマンションはないけれども、どうせ勝つならね、一部屋何百万のマンションにしなさいよ。私は一部屋何百万ですからね。だからこの会が成り立ってるわけね。そういうでかいマンションなの。自分だ、自分だって言ってる自分なんだね。吹けば飛ぶような小さなもの。個人の何の何がしね、何のたるべったってそんなものは、たかが知れてますよね。日本の総理大臣だって何もできないでしょ。あれは地球の運命どうかできますか、できやしないです。自分の身の回りだけせいぜいだ。そうでしょ。本当の運命は誰が作るか。地球の運命は誰が作るかというと、一人一人の人間の思いが作っていくわけですよ。人間35億の人間の思いがね、それが集まって作っていくわけね。そこで神々は心配なさって、こういう体を使ってね、全知全能、さっき言いましたね、全知全能は神様の方です。間違えちゃいけませんよ。肉体の私はマンションです。間違えないでくださいよ。ね、これは偉くも何ともない。
偉いとするなら何が偉いかって言ったらね、神様に任せ気にして、自分の体をマンションにしちゃったからですよ。私、家賃いりませんよってマンションにしたら、もうそれじゃあ気の毒だって神様に家賃くれて、こういう会ができてるわけね。神様に差し上げちゃったわけ。お返ししてしまった。まあ、それだけが偉いわけね。神様に無条件で、さ、差し上げますと。どうか神様のためにお使いくださいって、差し上げてしまったんですよね。それだけが偉いんだ。あとは何にも偉くない。そうですよ。神様はやる前に動いてるんだから。楽なことですよね。何にも考えてない。頭の中何も考えてないですよ。手がわかんないでしょ。わかる気がする。先生、今何考えてないのか。先生、私はこう思って思ってね。中じゃ思ってる。光の方じゃ思ってる。私が思うときは光を当てるときですよ。あの人はどうしたかと思ったときは光がパーッと向こうに行ってるとき。ね。あんたが幸せっていうときは光が行ってるとき。私の方は何にも思ってません。思うことは愛すること。光を与えてみんなが幸せでありますようにって、それだけしかないんですよね。それだけで生きてるわけ。ね。だから皆さんも、自分のことはまず棚上げしてね。世界が平和でありますように。みんなが幸せでありますように。どうか、みんなが仲良くね、喧嘩もしないで、お互いに思い合って、生きられる世の中になりますように。そういうふうにね、寝ても覚めても思うんですよ。ね、そしてそれを中に自分も入れちゃうんですよ。己が立ち願う思いも朝言うの。世界平和の乗り事の中よね。自分が自分がと思ったら大したことない、こんな自分は。自分が自分がと思う思いは、ね。そういう人間は、50年、100年経ったらすぐおしまいになっちゃうでしょう。どうか、みんなが幸せでありますように。天命が全うされますように。世界が平和でありますように。そういうふうに思う人間は、永遠に生きるんですよ。永遠の生命なんです。それを知らなきゃいけない。ね。私はそれをやってみせてるのね。この本当に肉体なんて場なんですから。ね。だから肉体、自分の肉体は神の受け入れ器だと。神様の働き場所だと。そう思い込むと、その器はダーッと大きくなるんです。ね。自分が自分が自分が、俺の感情を返して、なんて、自分を見せようとしたりなんかしてれば、それはちっちゃくなっちゃうんです。ね。だから五位先生っていうこの肉体が偉いとするならば、それは、自分を見せようとしてないんですよね。神様に捧げて神様の仕事をより多くしようと。それでこうやってるだけ。そうすると、みんなが、ね、先生、先生ってしたってくる。だから皆さんも自分をね、なくすこと。自分を世界平和の祈りの中に入れてしまって、自分をなくした時に初めて自分がすごい宇宙大に多くなるんです。それをやんなきゃどんな理屈を言ったってそんなものは大したことありません。理屈なんか何万目、何百万目いったらそんなもん何にもならない。百地は一心実行に及ばん。一つの実行が一番いい。世界人類が平和でありますよ。みんなが幸せでありますよ。私の天命が全うされます。神様に渡す。この実行ね。それがあなた方を偉大な人間に仕立て上げるんですよね。それを根本にして日常三十ことをおろそかにしないで働いてくださることを私は絶望いたします。ありがとうございます。